皆さんこんにちは、はるかんです。今回はじゃん、ソニーの Vlog カム ZV-1M2 をご紹介したいと思います。こちらは6月23日発売の Vlog カムなんですけど、前のモデルと比べてなんといっても画角が広くなったのが一番のポイントになっています。他にも前のモデルで惜しかったなっていう部分がかなり改良されて使いやすくなっているので、外撮影で実際に使ってみた映像も合わせながらご紹介したいと思います。はい、それではまずは ZV-1M2 の本体の見た目の方からご紹介していきます。まず見た目はこんな感じで、色展開は黒と白の2色あります。 ZV-1 と大きく違う点は、充電が待望の USB Type-C になりました。 ZV-1 はなぜかマイクロ USB でかなり使いづらいっていう声が多かったので、個人的にも Type-C になったのはすごく嬉しいポイントです。さらにこの下なんですけど、三脚を取り付けるところが真ん中からかなり片側に寄りました。あんまり軽い三脚だとちょっとグラッといっちゃうこともありそうだなと思うんですけど、ここが片方に寄ったことで三脚をつけた状態でもバッテリーとメモリーカードを入れるところを開けることができるようになりました。今まではバッテリーの消費が激しい割にいちいち三脚を取り外さないとバッテリー交換ができなかったので、これは本当に本当に嬉しい改良だと思います。他にはこの指をかける部分と裏側の親指を当てる部分に滑り止めのグリップがついていたんですけど、このモデルはグリップがなくなってサラサラツルツルになっています。あと上のマイクの部分がフラットな感じになりました。今は Vlog カム ZV-1 の方で撮影しているんですけど、こっちの ZV-1M2 に切り替えたいと思います。じゃん、切り替えました。さっきの ZV-1 で撮ってた時とカメラの場所とか三脚の高さとか全く変えてないんですけど、もう見てわかる通りこんなに画角が広くなりました。 ZV-1 が一番ワイドな画角で 24mm だったのに対して、 ZV-1M2 は 18mm の超広角になっています。 ZV-1 は画角が狭いっていうのをかなり言われていたので、他のコンデジと比べてもかなり広角になった 18mm の画角は今回の最大のポイントなんじゃないかなと思います。画角はこんなに広くなったんですけど、手ブレ補正については ZV-1 が光学式と電子式の2パターン用意されてたのに対して、こっちの ZV-1M2 の方は電子式のみになってます。電子式のみなのでどうしても手ブレ補正をオンにするとクロップされてちょっと画角が狭くなっちゃうんですけど、まあ元がこれだけ広いのであんまり気にならないんじゃないかなと思ってます。ちょっと室内だと分かりづらいので、外でこう自分でカメラを持った時に 18mm がどれくらいの距離感で映るのかっていうのと、手ブレ補正についてもどれくらいクロップされるのかっていうのを撮影してきたのでご覧ください。はい、カメラを手に持って外で撮影してみるとこんな感じ。三脚を使わずに手で持ってるんですけど、これだけの広範囲を映すことができます。はい、でこちらが今手ブレ補正をオンにしました。まあ、ちょっとクロップされて画角が小さくはなるんですけど、それでもだいぶ後ろがたくさん映ってます。多分 ZV-1 の時はアクティブモードでこれくらいの近さだったのでかなり広がったかなっていう印象があります。はい、もう一つの大きなポイントがカメラの液晶部分
がタッチパネルになりました。これも念願だったので個人的にもすごく嬉しいです。フォーカスをタッチで合わせたり、トラッキングしたい場所をタッチできるのはもちろん、例えば Vlog カムの特徴の商品レビュー用設定のオンオフをタッチで切り替えられたり、この左下のボタンを押すと明るさとか色味とかが調節できるんですけど、これをスライドで調節できるようにもなりました。色合いも調節できます。下から上に引っ張るような操作もできます。画面右側のズームボタンを押すとワンタッチで1倍、1.5 倍、2倍のズーム操作をすることができます。 W と T の長押しでもそれぞれズーム操作を直感的に行うことができます。さらにメニュー画面もこんな感じで最新のものになっています。もちろんこれもタッチで操作することができます。さらにすごい新機能もあるんですけど、なんとマイクに指向性が追加されました。画面の左側にオートって書いてるマイクのマークがあるんですけど、これを押すとこんな感じで、これは今全方指向性になってます。もう一回押すと全方位から音を拾うようになって、もう一回押すと後方から音を拾うようになります。あとはさっき使ってたオートもあって、これは自動で音が鳴ってる方向を判断して綺麗に声を拾うっていうものになっています。ちなみに ZV-1M2 の方にもこういうウィンドスクリーンがついてくるんですけど、こっちが M2 の方でこっちが前作の方、なんかだいぶボリューム感が違いませんか？これもどれくらい風の音をカットしてくれるのかっていうのと、あとマイクの音質と指向性を切り替えた時にどんな感じで聞こえるのかっていうのを外で撮ってきました。はい、じゃあマイクの指向性を変えながら撮ってみたいと思います。今これは全方位指向性なのでこっちの声は拾ってて、カメラを逆にすると多分あんまり声が入ってないです。で、指向性を後ろにすると多分今声がたくさん入ってて、こっち向きにするとあまり入ってないかなって感じだと思います。はい、これはオートにしました。多分こっちから喋ってる声も聞こえるし、カメラを逆向きにしても同じくらいクリアに音声が入ってると思います。このマイクの指向性は ZV-1 にはなかった機能なので、特に一人で撮影をする人には便利だなと思います。最後に気になるバッテリーの持ち時間なんですけど、 ZV-1 と同じ型のバッテリーシステムなので、一応公式では連続動画撮影時間は約75分になっています。 ZV-1 も約75分持つってなってはいたんですけど、バッテリーの持ちが悪いとか、あと本体が熱くなって強制シャットダウンしちゃうっていう問題がかなりあったので、これはカメラの個体差とか経年劣化にもよるので一概には言えないんですけど、私も気になるので一応測ってみたいと思います。それでは充電が満タンの状態で撮影を開始していきます。ここからは早送りをしてノーカットでお届けしたいと思います。カメラの設定は全てオートにしてあって、室温は28度くらいの環境で動作させています。はい、充電はまだあったんですけど、熱くなっちゃってここでシャットダウンしちゃいました。少し時間を置いてから再度電源をオンにするとこういう画面が表示されるようになりました。なかなかリスクのある選択だなと思ったんですけど、一応高温によるシャットダウンの対策
としては新しい機能が追加されています。はい、結果はこんな感じでした。まあカメラを使う環境とか季節とかいろんなものに左右されるので全部がこの結果ではないと思うんですけど、ぜひ参考にしてみてください。はい、こんな感じで今回はソニーの Vlog カム ZV-1M2 をご紹介しました。個人的には ZV-1 の方で不満だった点がほとんど改良されていて、かなり完成された製品だなと思いました。こちらは6月23日に発売となっているので、気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。はるかんでした。バイバーイ。